ようこそくまモン。やってきたのはイトラグ。今話題のラグ作りを体験できるお店です。一体どんなクリスマスプレゼントが出来上がるのでしょうか。はい、じゃあこのタフティングガンを使ってこのヘッシャンに系統を打ち込んでいきます。ちょっと離れちゃうと裏からこのハサミが出てきちゃうんで、こういう感じでハサミが出てきてチョキンって切って戻ってきての繰り返しで毛糸を打ち込んでいくんで、これが離れちゃうと布をハサミで切っちゃうんで、ブスッと刺してそのまま刺しながら上げていく感じで、こうすると裏から見るとこういう感じで毛糸が出てきます。はい、じゃあお願いします。持てるかな、これ。お、いい。で、そのままスイッチ押して、おお、うまい。完璧です。おお、完璧です。いざ本番。今回くまモンが挑むラグ、それはくまモンオリジナルラグマット。さあ上手にできるかな。じゃあくまモン、まず黒い部分を埋めていこう。端っこから縦に順番にバーッダダダダダダって埋めていく感じで、はい、いいです。もうちょっとだけこう、あ、もうここからそのまま、お、OK。 じゃあ次ここをまた同じような隙間の感覚で、おお、完璧。完璧です。くまモン意外と手先が器用なのかな。黙々と作業を続けます。だんだんなんかちょっと感覚が広がってきたから、もうちょっと狭めてやってもらうといいかな。そのぐらい、そのぐらい、もうちょっといいかも。あー、完璧です。そのぐらいです。順調に作業が進む中、突然思わぬトラブルが。なんとくまモンの手にしびれが。それでもクリスマスプレゼントを完成させるため作業を続行。口周りの白い毛糸を丁寧に打ち込んでいきます。先に丸く縁取るのがポイント。難しい作業ですが、おお、全然完璧。後ろから見るとこんな感じ。だんだんラグマットっぽくなってきました。
置くと作業をすること1時間。いよいよ目を入れます。緊張の瞬間です。もうちょっと、あと2回だだぐらい。ストップっていうまで、もうちょっと下。あ、オッケーオッケー、よし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 。はい、最後に元気の印、赤いほっぺで仕上げます。ここも先に丸く縁取ってから、最後の難所です。おお、綺麗、めっちゃ綺麗。とっても可愛い、世界に一つだけ、くまモンの手作りラグマットが完成に近づいてきました。とぼけた表情が何とも言えませんね。そしてついに、オッケー、お疲れ様です。完璧です、完成。くまモン仕上がりをチェックします。最後、布のキャンパスから取り出せば、こんな風に飾れるラグマットになるよ。くまモンオリジナルラグマットを抽選で1名様にプレゼント。こちらのアドレスからご応募ください。